シベリアンハスキーだ。シベリア育ちだね。毛質がなんかすごいそっくりらしいですよね、シベリアンハスキーに。キロはどこ生まれよ。え？どこ生まれよ。僕は韓国生まれの北朝鮮育ち。僕はシベリア育ちの犬です。犬？在日。在日。チーム在日。マジで。シマシどこの国だ。シマシどっから来たの？俺もあの、なんていうの、イタリア系統だけど。あー、したら、こっちに。じゃあ3人でチーム在日で。戻ってくるときにちょっといろいろあったみたいな感じの。あー、この間カルロス君とかいましたよね。知ってるカルロス君。キム知ってるカルロス君。いや、わかんないです。知らないの、はい、カルロス君知らなかったね。柴田の弟だ。もうね、兄弟のように育ったんだ。兄弟のようにね。仲いいですね。そう。弟さん。はい、何歳で最初？いや、弟のように育ったの。弟のようにカルロス君はね、弟でないんだ。弟でないの。弟でないから。でも弟のように育った。弟のように育ったからカルロス君。カルロス。そういう感じ。すごいんだな、これは。
じゃあ、一曲また行きたいと思います。切り裂いた歌を春の風に舞う。